皆さん、どうも、はじめまして。今日はですね、こちら、ヨドバシカメラに行ってきまして、こちらを買ってきました。スマートケースを買ってきました。今回はこちらを開封したいと思います。では、まず外観の紹介からです。iPad スマートケースと書いてあります。で、裏には、前面を保護すると書いてあって、このように使うこともできるそうです。はい。では早速開封していきたいと思います。はい。これどっから開けるのかな。開きました。こちらですね。おー、この感覚初めて触りました。説明書はなく、本当に簡単な一つの説明しか書いていません。はい。こちら以上です。では、こちら本体です。この触り方、この触り感覚がいいですね。これを取り出してみます。で、今僕が使ってる iPad 2につけたいと思います。はい、来ました。でもかなり頑丈で、あ、裏にはアップルとのロゴマークがあります。で、ちゃんと、ちょっとピントが合わないんですけど、このように音量調節のマークも書いてあり、こちらカメラもぴったりと収まっています。で、こちら電源ボタンも節みたいに書いてあってるだけで、本当にわかりやすいです。いや、ほんと使いやすいですね、これ。もう、こうやって、あ、もう、こうやって、もう、またつけたりとか、もできますし。で、こうやって、立てたりすることもできますし、また、このように使うこともできます。これ、スマートケースと、あれ、普通のカバーを合わせたような、合体させたようなものですね、こちら。はっきり言えば。初心者でも分かりやすく言えば。はい、こちら非常に便利なものだと思います。今回はですね、こちら。iPad、スマートケースを紹介しました。今回はここまでです。皆さん、さよなら。